されるらしいけど。プロデューサーレター読んでないけど、なんかすげえめっちゃ謝罪したんでしょ？クレームとか。なんか、ポケモンというコンテンツを使ってそこまで売り上げ上がんなかったからめっちゃ謝ったんでしょ？なんか。いや、これ、そう、ほんとキャラゲーっていう言葉がね、大似合いする。でもキャラゲーっていう割にはそんなキャラクター数多くないっていうね。なんかキャラゲーって言えるほど多種多様なキャラが出てまだ実装されてるわけでもないから、なんか FGO みたいに水着コラボとかさ、多分できないじゃん。ポケモンのキャラクターで水着コラボとか 水着キャンペーンとかクリスマスのコスプレさせるとかさ、無理じゃん。ポケモンで そんなエロなんか性の対象としてさ、売り出しちゃいけないわけでしょ、ポケモンのキャラクターって結局。子供もやるゲームだから、なんかそういうオタク向けソシャゲと違ってエロで売れないのは辛いなって思うわ。やっぱキャラクターの魅力しかないもん、ゲーム性が面白くないから てかソシャゲで面白くするのって相当難しくて、それこそパズドラとかモンストみたいにちょっとしたゲーム性でもまあ割と面白いねってなるように作んなきゃいけないんだけど、それって超難しいから実際作るの。まあだとするとないゲーム性 ないゲーム性で売り上げを上げるためにやっぱキャラクターのエッチさとかさ、なんかそう、やっぱキャラクターになんかその欲しさがないとさ、僕はエッチなキャラクター大好きなキャラクターを使ってるんだってもっと思わせるようなさ、何かがないとさ、あれなんだろうけど、なんかキャラクターの服装とか全然変えれないし、このゲーム。パートナーのポケモンも1匹しかいないし、だからポケモンだから既存のキャラクターをさ、こうでまだ出てないキャラクターを消費するしか売り上げを上げる方法がないから厳しいよね。絶対ネタ切れ。その同じキャラクターのバージョン違いを、だからそのサンタコスとか水着とかで出せないじゃん、絶対 もうポケモンという全年齢対象向けのゲームでそんなこと、なんかメイがめっちゃエッチな水着着ますとか絶対無理じゃん なんかその時点でキャラゲーとして俺積んでる気がするんだよね、それができないから。キャラだけを売りにするゲームとして売るんだったら、 FGO だったらさ、なんかセイバーがエッチな水着を着ますとかできるけどさ、それできないじゃん、ポケモンじゃ。やっぱポケモンというコンテンツを使う以上、キャラクターだけじゃなくて、面白いゲームでなきゃいけないんだよ。ゲーム性で売らなきゃいけないんだけど、その肝心のゲーム性が、なんかそのコンピューターとの対戦しかねえし、で、そのマルチ要素、エンドコンテンツになりそうなマルチ要素がすげえストレス溜まる仕様だから、味方ガチャっていう一番良くないじゃん、それ。敵として出てくるんだったらいいじゃん、別に。できないやつが敵にいる分にはさ、楽しいじゃん。こっちが無双できるから。でもできないやつが味方にいるとさ、めっちゃ腹立つじゃん。なんか自分が課金してまで超いいキャラクター使ってんのにさ、味方一人が変なキャラクター連れてきたせいで、コンピューター倒せませんみたいな。そう、なんか今絶妙にストレス溜まるゲームだデザインなんだよな。なんかその、マルチという要素も全然うまく使えてない。しかもマルチ戦闘スピード遅いし、なんか周回前提で作ってるくせにマルチ戦闘スピード遅すぎる、マジで。このゲーム本当に周回前提のゲームなんかって思うわ。マルチでしかそのなんか交換チケットみたいなのゲットできないんだけど、そのチケットなんか900枚必要なんだけど オートじゃないところだとちょっと集めやすいんだけど、オート、その、マルチのオートで敵勝手に殺してくれるようにやるには、1回10枚ぐらいしか手に入んないの。それを900枚集めなきゃいけないの。1回5分ぐらいかかるの。バカじゃん どんだけ携帯の充電使うつもりよ。なんかソロでもっとサクサクこういうの集めれるように道具集めはしてさ、
なんかマルチもっと有意義なことでマルチし、こうネットサーバーを使った方がいいと思うんだよね マジで タイプ相性、なんかタイプ相性のシステムさ、遊びやすく、ポケモンをそんなにガチでやってない人のために遊びやすくしましたとか言ってるけど、どう考えても課金させるためだよね そのいろんなタイプで弱点つけちゃったらさ、もうなんかこのキャラでいいじゃんってのに決まっちゃうからさ、その全タイプ必要になるんですよお客さんみたいな どう考えても課金させるためのタイプ相性システムだと思う。ほら、こう1種類しか弱点がないシステム、まあ、本家ポケモンでいうチューパみたいなのを作られないための対策、タイプ相性がタイプ弱点が1個しかない、各ポケモンに。演武王だったら水が弱点、地面とか飛行は弱点じゃない。いや別にタイプ弱点1個しかなくても結論にはなるよ。だって逆に言うと1個しかないから、その1種類が結論になる。それも良くないところだよね そのタイプの中で一番強いやつ。だから演武王で言えば水じゃん。だから水タイプの中で一番強いやつが結論だから。対演武王戦は。簡単な話でしょ。どういうことかっていうと、別に水タイプ、まあだから水タイプを2匹持ってる理由は、1匹じゃ倒せない時にしか発動しないから。ポケクエやったことない。面白いな、あれ。ポケモンコマスター爆死してなかった？あれ、割と課金は稼げてんのか。いや、そう、なんかソシャゲ特有のね、まあカンコレとかもあるけど、その周回してその素材集めて強いの作りましょうみたいなシステム、仲間強化しましょうとかあるんだけど、一般的なソシャゲのその作業が その作業がね、やっぱ致命的に楽しくないんだよね その作業が致命的に楽しくない、マジで。でももうその作業以外このゲームやることねえんだよ 本当に。本当、装備を強化する素材を集めるか、イベントのチケットを集めるか。なんかメインストーリーもめっちゃ量少なかったし。これしかもメインストーリー更新するだけじゃさ、もう全然3日ぐらいあればクリア。てかスタミナのシステムやっぱ入れなきゃ。てかやっぱソシャゲにスタミナシステム入れたやつやっぱ天才だったんだな 思うわ、やっぱり。なんか、そう、これはね、多分向こうの善意、その運営の、このポケマス運営の善意だと思うんだけど、このゲームスタミナないんだよ。どういうことかっていうと、無限に挑戦し続けれんの その素材とかゲットできるエリアを。そう、なんでそんなとこで変な善意見せてんだって感じだよね。それはやれる限界なかったら3日くらいで作ったもの全部クリアされちゃうじゃん だってずっとやれるんだもん それでなんかポケマスの運営はさ、コンテンツの量が足りませんでしたとかさ、質が良くなかったとか言ってるけど いやいやいや 別にこのストーリー内容でもスタミナあるだけで全然違ったと思うけど これスタミナなかったから3日でクリアされたんだぞ、メインストーリー、マジで なんかソシャゲとしても不十分だし、ポケモンとしてはもっと不十分。善意が裏目に出たね。そしてスタミナないんだから回しまくれるよねっつって、もう時間がない人相手にもう900個とか要求してくんだよ、素材を バカかと。あ、じゃあスタミナ僕ら設定してないんで、強化するのにべらぼうに素材必要でも大丈夫っすよねみたいな いやいや、おかしいだろ、おかしいだろと、それは
バカかと。だからメインストーリークリアされちゃったから、まあメインストーリーが高速でクリアされる予定だったからそういう設定にしたのかもしれないけど、それの何が楽しいんだよ。 その明らかにさ、膨大な量のさ、必要素材を設定されたものをさ、すげえつまんねえ、なんかオートボタンを押して勝手にさ周回させるのでさ、戦闘終わったらさ報酬受け取ってさ、でもう一回戦闘をオンにするっていう作業をするんだけど、何が楽しいんだよ。オートボタンをオートにしてさ、戦闘は。っていう、まあポケマスに関していくらでも文句が出てくる。まあでも結局俺はポケマス全然やんなくなった理由はあれだけどね、ルビサワ四天王の BGM のアレンジが微妙だったからだけど、手拍子のとこなくなってたのがもうほんと良くなった。 全然これはね、あんま共感されないかもしんないけど、ちょルビサワ四天王の BGM 聞こう。ルビサワ四天王の BGM マジいいからな。ドゥーツ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 ドゥーみたいな、このとこめっちゃいいから。拍手がない、手拍子がねえのよ。ユンゲラレベル1芝居。ああ、そうそう、そう、雰囲気。あれ面白いから自分でもやってみるといい。なんかすごいことしてそうなのに、意外にできるから、あれ。マジで。本当に、レベル1縛りはね、本当見てる側からしたらすごそうに見えるけど、自分でやってみたら意外にできるっていう。マジやってみると面白いから、やってみたらいいと思います。そのスピードクリアするには何回か練習必要だけど、スピード目指さないんだったら一発目のクリアでクリアあるし、実は俺さぞ難しいことをやってるかのように配信でやってる。チーム雑談してたけど、こうなんだよ。 俺いつもこう入れてるけど、っていうこういう手拍子だ。 いやいやいいよ。 これルビサファの BGM だから屈指で好きなんだけど、もう俺もうポケモン初めてやったゲームがサファイアだし、そもそも俺人生で初めてやったゲームがサファイアだから、多分サファの BGM にめちゃくちゃ思い入れあるんだ。手拍子入れようと思うの天才だよな、マジで。いや、なんか手拍子がマジで本当そのスタジアムでの試合みたいな感じ出すじゃん。まあ別にルビサワの四天王戦観客誰一人もいないんだけど、でもなんかこうね、ライブ感がすごいじゃん。いや GBA の BGM に手拍子入れようとして考えてマジ天才だと思うんだけど、ゲームにそんな天才サウンドクリエイターがいたとは思う、もう本当に思えないぐらいすごい。最近の BGM まで見ても、ね、この BGM はもうちょっと特異的な BGM だと思う。これ作った人今何やってるんだろう。
3のチャンピオン戦ってさ、どういう曲だったかな。リーフグリーンのチャンピオン戦は、金銀の曲だよな。あれ、ちょっと待って。リーフグリーンだから金銀じゃないか。赤緑のジムリーダー戦、あれ、ちょっと聞けばわかるか。 ファイヤーレッドリーフグリーンチャンピオン戦。作ってんのかよ。みんなに責められてる曲だ。赤緑の BGM か。あー、なんかリーフグリーンやりたくなってきた。リーフグリーン、ファイアーレッドやりたくなってきたな、なんか。 いやー、でもさ、俺もうあのファイアーレッドチップを超える気しないわ。 あの芋虫くんたちの冒険。 正直普通にやる気になれねえ、あの冒険のせいで。 いや、なんか何回でもできるね、クオリティなんだけど、ファイアーレッドリーフグリーンって。俺の中にあの芋虫くんたちの冒険があるせいで、新たにプレイができねえ。あいつらを超えれる気がしないわ、どんなコンテンツを持っていったとしても。シリーズを超えられる気がしない。ます、そのせいであのシリーズは完全に凍結した。ご近所やんね、喋らなくなった。ちょい BGM 下げると、俺の声が通らねえ。ちょっと夜であんまり大声出せないし、ちょっと音量ちっちゃくして雑談の BGM にしよう。その死にかけのビードルが入ったデータを見つけることもできないし、道中で色違いが、しかもなんかそのクソザケポケモンの色違いが出てくるっていう、あの展開も神だったし、あれを超えられる気がしない、普通にやって。スマブラの日がな戦もうアレンジされてんの早くね。オーラスって最近っしょ。日がなスマブラもはやアレンジされてんの。いや、ちなみにね、死にかけビードルはね、まだやることあるんだよ。あれまだ強化された四天王を倒してないから、いつかやろうとは思ってるんだけど、絶対100レベにしないとまだ話にならないから、レベ上げしなきゃいけない。より疾走感増してるな。そう、スマブラのゲームスピードに合わせてるんだし、なんか格ゲーっぽい感じにアレンジされてるね。かっこいいじゃん、めっちゃ。強化してんのレベル100にしても多分無理だと思うんだよ。努力値振り直さなきゃいけない。多分、あ、こっそり別のビードル捕まえて努力値振り直さなきゃいけない。 HP と素早さに、 HP と素早さに努力値今日クリしないとクリアできるのか。バレねえよ。
バレねえように努力値振り直そうよ。音量下げます。エピソード出ると叩かれてたの。どういう感じで叩かれてたの。ポケモンに恋愛はいらねえみたいな。なんか最後ちょっといい感じになるんだよな、あれ確か。一緒に星を見に行こうみたいな。勇気とハルクが。恋愛じゃなくて単純に火花という存在が嫌がらせた。ヒガナという存在が想像力が足りないって言われる筋合いないみたいな。性格悪そうみたいな、いきなり悪口言ってくれたらバレても問題ない。なんでもいいけど、その伝説ポケモンに関係者いないでほしいんだけど。その伝説ポケモンに人間の関係者いないでほしい。いや、その悪者が呼び起こして敵対する側、その敵対する人間が存在するのはいいんだけど、そのそちら側にいないでほしい。そのワイも伝説ポケモンの家族やみたいな。別に伝説ポケモンは味方なしの孤高でいてほしい。いきなりいっぱいいてるんだけど、臭そうとか言われてさ、ヒガナじゃなくてヒビキじゃん、ガナハ。それはヒガナじゃなくてガナハじゃん。何が伝承者や、わかんない、ストーリー覚えてないよ。デルタあ、疲れた。なんか今日ポケタンでめっちゃ疲れたな。フロンティアブレーンの、まあ、アレンジは悪くなかった。てかさ、でもなんか別に、なんかちょっとやっぱごめん、ポケマスの話に戻っていい？じゃあやっぱポケマスのアレンジやっぱ微妙じゃね？ポケマスのアレンジなんかごめん、ちょっと俺のルビサファ四天王以外もなんかよく考えたら微妙な感じがしてきた。あの、ジュンのイントロは良かった。ジュン戦うと流れるんだけど。このズテツテツテツテって。このワクワク感。純だなって思った。純線は この BGM めてか普通単純にダイパの BGM 聞いたら涙出るよな。もう古すぎてなんかちっちゃい頃の思い出思い出すわ普通に。うわ、ダイパもやりてえな。なんかてかさ、よく聞いたら純の BGM も手拍子入ってんじゃん。なんか俺の好きな BGM の傾向が手拍子になりつつあるんだけど。よく聞いたらこの BGM も手拍子入ってるし。ヒーみたいな。向こうくんの鳴き声どんな感じだったの？
せずに騙されて俺も閉じ込められた。デパートの屋上持ってったの。ポケマス、ポケマスアレンジ聞いてみるか。まあまあでも割とイントロっていうか入りはいいんだよ。すごい。ディ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 でしょ。思い出した。なんか俺ずっとジュンかっこだし。あいつ。キモリ使ってジュンずっと勝ってたからこの BGM に残ってるやつ。てかさ、なんかポケマスの BGM 最初似せてるけどさ、後半戦から全然違うオナニーパート入らない。てかそのルビザワ四天王がそうだったんだけど、そうルビザワの四天王のアレンジがそうだったけどさ、なんかその作曲者のオナニーパートみたいなの入んね。そう、うん、何そのパート、聞いたことないパート入ったんだけどみたいな。それはお前の曲が聴きたいんじゃなくて俺はポケモンの BGM が聴きたいんだけどっていう、そういう状態になった。ポケモンの BGM、 ディンディンディンディディリディリ、ちょっと待って、聴き比べしても分かんない。あ、こんなテーテーテレレーテレレレレみたいな、そんなパートあってっけ。でもそれはあるか。なんか最初から近くでよく聞いてみたら、いや全然違うじゃねえか。でで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 でなんてねえじゃねえか。なんだもういい加減にしろ、イントロだけじゃねえかこの曲。入り結構いいなって思ってたけどよく聞いたら全然違う。でで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 でみたいな盆踊りみたいなねえじゃねえか、そんなパート。いい加減にしろよ。テテレテテテじゃん。全然違くて笑うか。いきなり盆踊り踊、ポケマスの順位いきなり盆踊り踊り始めてるんだけど。いい加減にしろよ。あ、でもなんかネジキの BGM はさ、割と良くなかった？フロンティアブレーン。これも聞き比べてみるか。聞き比べて真実を確認してみよう。一体どのぐらい遊ばれたのか。あれ、これ違うな。これか？あ、これじゃない。あの、ネジキの時流れる曲、これじゃない。違う。あのね、ネジキの時流れる曲はね、どんな曲だったかな。てか、俺がスマホから出すか。別に。いや、でもちょっとめんどくせえ。今、ネジキと戦うのクソめんどくせえよ。これ、ダツラ。え、わかんない。これ、ダイパじゃない。この、フロンティアブレン。ちょっと、ポケマスの、あ、信用これかな。
あ、これこれこれ、これもなんかイントロ似てた気がするんだけどな。あ、思い出した。あ、そう、デデデデンテンテンテケ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 これはこのアレンジは良かった気がする、割と。最初聞いた時ちょっと鳥肌立った気がするんだけど。あれなんか違くね？ちょっと待って。でも、イントロで泣かせに来てさ、この、いい感じのこの、もう高まってこれ、このまま原作通りのあれで来てくれれば、俺涙出ちゃうよってところで、こいつらオナニーパートは挟んでくんだ。いや、ちょっとさ、そうじゃねえだろ。なんかイントロで引き込んだら、あとは A メロ、B メロ、サビというかさ、その後でさ、ちゃんと泣かせに行かなきゃダメでしょ。アレンジってのはさ。ここはアレンジでちゃんとできてる。ここすぎ、でで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 ってこのででってこの2回ババンって叩く感じがすごい好きなんだけど、これあったかな、こっちポケマスに。うん、ここあるんだ、ここある、ここあるんだ。え、なんだこれ。いや、今この曲をこの曲として聴いたんならいい曲かもしれないけど、あれその、でで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 みたいな下りはどこへ行ったの？あれ？この先にあるのかな？ここから来るかな？でで、来ないんかい！嘘だろ。今の別に、今のパートからさ、俺のででに復活してもよかったよな、今のとこから。じゃあ俺がオリジナルで歌うわ、こっから。まあここは許してやろ。この後入るタイミングあったよな。ここ来そうじゃん。でで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 ポコ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 でででででで入れるじゃん、ここ。なんで入んないの。すげえ盛り上げてさ、絶対入れる。今のアレンジとして今のところにつなげば全然まだ復活できたのに。まだネジキの人権をさ取り戻すことができたの、今のところで。なんで入んなかったんだろう。ちょっと謎だな。このパートもあったか。ちょっと待って、このパートはかろうじてあったのか。もう分かんねえわ、もうぐしゃぐしゃすぎて、どこでどれを持ってきてるのか分からない。アレンジなのかこれは、本当に。このパートもなかったような気がするんだけどな。もう分かんなくなっちゃった。ポケマスの BGM がアレンジされすぎて。ここがかっこいいじゃん。この分かる、今のとこ
今のかっこよくない？ドゥドゥディンドゥディンドゥディンドゥバランバンドゥドゥディンドゥディンドゥディンドゥバカ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 っていうところ。あったか？ポケマスの BGM にそこ。わかんないけど。この音質じゃない感じであったかもしれないけど。まあ、こんぐらいにしといてやるわ。こんぐらいにしといて、今日は勘弁しといたるわ。作曲者の許可が取れなかった。嘘だろ、ポケモンのゲーム出すっつってんのに芸振りの許可取れないんだったら、ポケモンのゲーム作ってんじゃねえよ、マジで。何なんだこれ、盗んだのか、もしかして DNA が芸振りからバレないように。別に俺たちがポケモンの権利使ってもバレねえべっつって、これ実はポケモソなんじゃないのか。 ポケットモソスターなんじゃないのか、これもしかして。よくロゴ見てみろよ、これ本当にポケットモンスターなのか、このゲームは。ポケモソかもしれない。ポケモンじゃなくて。ゲーフリと、あれ、カッポケにバレないように、こっそり作ったのかもしんねえな、このゲームを。ポケダンの分は完全に晴れた。ネジキ採用とかはなんかそのやっぱ多分、でもよくよく考えたらネジキ採用したのもさ、なんか今実況界隈でバズってるからっていう安易な理由で採用したんじゃないかという説が よく考えたら、なんかそう考えると何もかも安直に見えてくる。ノリで酒もうサークルの飲み会のノリで決定したんじゃないかという。ああ、あれですよ、バズってるキャラ出しときゃ売れますよみたいな。確かだってネジキとかってさ、今 YouTube とかで、あ、マジあれ実況でバズってんで出しましょうよみたいなさ、すげえ軽い気持ちで出したんじゃないか、もしかして。なんかそう考える、もう何もかも悪いことに考えてしまうから、これ以上考えるのはやめよう。あ、ミラーボ出してくれ、ミラーボ。絶対。てか、ミラーボ出たところで回すやつ絶対いなそう。ミラーボ好きなやつとか絶対課金しないタイプだもん。今、この時代に、今さらゲームキューブとかやってるようなやつらに、ミラーボ出して、ミラーボ出たら課金するかもしれんわ、俺。ミラーボ出たらガチャ配信します、ポケマスに。ミラーボ&ルンパッパ。ネジキどうして出たの？ちょっと聞いてきてくれ、開発に。ポケマスいいところある？いや、でもやっぱり今までトレーナーにフィーチャーしたゲームはさ、フューチャーしたゲームはなかったじゃん。そう、結局その本編では出てくるけど、本編以上の掘り下げってなかったから、そこはすごいいいことだと思うけどね。特にさ、その一言も喋らない主人公キャラクターとか、アニポケに採用されてない場合さ、マジでさ、その境遇としてさ、主人公なのにめちゃくちゃ影薄いみたいな。そう。なんかそこはすごいと思う。その、いるじゃん、トーヤくん。トーヤくん大好きみたいなさ、ポケモンの女性ファンとかいるだろうしさ、まあ、メイちゃんとか、メイとか、あの人、この、まあ、BW もう一人いるじゃん、女の主人公、トーコ。トーコとメイもさ、なんか、ぶっちゃけ、アニポケに出てこなかったらさ、結局、アニポケに出てこない主人公キャラクターって全然影薄いじゃん。でもなんか根強いファンがいるから。で、そういうファンって多分金使うじゃん。だから、そういうマニアックなオタクって、なんかそこに向けてのゲームとしては良かったけど、なんか、ターゲット層がすげえ、そういう層にもかかわらず、ゲーム性がなんかすげえなんか ライトななんか課金ゲー、なんか、ザ・ソシャゲみたいな内容だったから、微妙、はまらなかったかもね、あんまり。BW2 恭平くん出るんじゃない、いずれ。
山男の夏美。山男出たとしてもグラフィック変わんねえだろ。まあでも主人公がおしゃべりするようになっちゃったから、喋らないからこそ自分のキャラクターを投影できてたのでっていう、そのマニアックなファンすら裏切る結果となってしまった可能性は否めない。正直俺メイはあの声じゃなかった。 てかなんかメイってか豊崎亜希使うんだったらがっちり軽音っぽくやってほしかった。なんかちょっと違くない？豊崎亜希の声。 わかんない、俺他のアニメであんま聞いたことないけどさ、なんかあの出し方って他のアニメにななんか俺見たこと聞いたことなくて、すげえ豊崎亜希っていうネームバリューを使うのに全然豊崎亜希感ないじゃんって思って。あれ豊崎亜希だよね。そう、なんかすごい思ったんだよな、メイ。なんかあんま声のイメージが違った。今日もやってますよ。見た目は誰が一番好み？花 月。花 月でしょ。お前花月以上にいいビジュアルしてるやついんのか、世の中によ。ちなみに小学校では花月のこと「ハゲツ」って呼んでたから、みんなで。おお、ハゲツだよーって。 マジハゲツだよなって言ってた。なんかよくわかんないけど、知ってる？花月。 四天王、ルビサファの方圓地方四天王のうち最初の一人、花月。ハンハンって出してくるから、グライナを。ハンハンって出してくるグライナを。あの花月だ。付与を出すんだったらまず花月だろ。いい加減にしろよ。どう考えても花月を出さなかったのがおかしい。花月星5確定だから。絶対星4。星3もあり得る、花月なら。花月なら星3もあり得るの。ポケマスだと。絶対アブソル使う。アブソルもっとなんか重要なキャラクターが使いそう。わかんない。他にアブソル使いいたかどうか知らないけど。榊とか出んのかね。でも出さないわけないよね、普通に考えて。なんやかんやこの平行世界で、悪いことをポケモンに悪いことの、なんかやる気をポケモンに使ってますみたいな感じで出すんじゃね。まあでも普通にゲーチスとか出てきたらやばいけどね。 なんか世界めっちゃ征服しようとしたやつ平気で出てきたんですけどみたいな。フラダリとかもさりげなくやばいことしようとしてたよな。俺のことわからない人類は全員滅ぼすみたいなさ。 分かってないやつら全員滅ぼすみたいなこと、人もろともぶっ殺そうとしてなかったっけ。 ルビサファの幹部2人、ルビサファのマグマ団アクア団の幹部が出てくる分には大丈夫だと思う。あいつらなんかバカだから。あいつらなんかこんなことになると思ってなかったんだみたいなこと言って。 なんかすげえ山の上のジジイババアからさ、弾奪った時はすげえやる気だったのにさ、いざ復活させてみたらめちゃくちゃ弱気になってる感じ。ポケマスには合ってる、そのなんか ギャグ感が。田舎のチンピラだからな、あいつら、マグマ団とアクア団は。銀河団ってか赤城とか絶対ああいうのに参加しないタイプだろ。 赤城とか絶対体育祭の練習参加しないタイプ。 無理だよ、なんとかフェスティバルに参加すんの。 なんかレジェンドキャラクターみたいな感じで出すんじゃね、もしかしたら。 また大会、一旦大会閉めて、そう、各地にいるご隠居さんたちと戦いに行くみたいな。 そういうなんかセカンドシーズンのストーリー追加して、無理やりなんか悪の組織のボスがそういうお祭りに参加してる感を出さずに、いい感じに参加させるんじゃないですか。今はなんかメインストーリーお祭り、そのポケモンカーニバルみたいなやつで優勝しようみたいな感じだけど、赤城とかもとてもやばいだろあいつも。 僕は一人でいいんだみたいな。 イカれてるからなあいつも。後日談的な感じで、悪者に関しては。
ただ銀河団のメンバーを、てか普通に幹部連中からまず出してくんじゃない？幹部だったらまあ大会出ててもおかしくないし、もうグズマあたりだったら余裕で出るでしょ。てか、アニポケでも出てたし、グズマとかはまず出るだろうな。ただアニポケに出てるキャラクターも声優変えてきてるからな、なんかどんな声になるのか分かんないよね。赤木のギラティナ、あとで、そう、デンポケどう登場させるのかってのもあるし、タクトがダークライ使うのかな。 ダークライ使いのタクト 出してほしいな、ダークライ使いのタクト。さすがに出さねえか。ラティオス使いな、ラティオスかラティオスどっちか使ってたな、あいつ。か月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 、いや、わかんない。か月、か月、あ、わかんない。か月の、か月のか月以外の発音方法がわからん。か月、か月。ああ、なんとかか月みたいな感じ。なんとかか月。いや、か月だな。いや、わかんないけど。どっちかわかんない。公式の読み方が。ザオラルだと思ってたら、ザオラルだったし。ドラクエも。デスゴルデスゴルド何？ルギア使ってくんの？確かにルギア使うトレーナーなんか、てか、電ポケをさ、トレーナーとタッグで出すってむずくね？ まあ、一応、ヒガナさんはね、レッグーザ連れて出れるかもしんないけど。もう、だって主人公キャラクターをさ、その御三家と一緒に出しちゃってるからさ、電ポケ使えるのって主人公か悪役じゃん。主人公か悪のボスのどっちかだけどさ。でもなんか悪のボスが電ポケ使ってきてたらもうイメージってもんがあるじゃん、ポケモンにも。あ、それ、これバッドエンド的な世界じゃんってなるじゃん。伝説のポケモン、その悪のボスに支配されてたら ね、本家にもストーリーってもんがあるわけだし。電ポケどうやって出すんだろうな。ポケゴーみたいな感じで、レイドみたいな感じにすんのかな。 あくまでもトレーナーのいない伝説ポケモンをみんなバディーズ使って倒そうみたいな。どんな感じにするのか分かんないけど。あ、N も、N ぐらいだな。なんかその悪のボスが、デンポケ使ってても違和感ないの。まあ、あと赤木とギラティナ。てかもう、プラチナの世界線だと、赤木とギラティナなんか別にもう世界に影響を及ぼさなそうだしな。もう赤木は破れた世界で暮らしていくみたいな感じだったし。なんかダイパだったら赤木普通に。ディアルガ・パルキアの力得たらやばそうだけど、もうプラチナの時点だとなんかもう、もう破れた世界に行った瞬間にあいつも終わってたよな、なんか。色違いキャラクターとかバージョン違い、いや本当は主人公のバージョン違いとか出すんかな、もしかして。レッドとか、てかレッド何使うんだろうな。なんかグリーン安易に出しすぎじゃない？ピジョット使ってたけど。俺なんかグリーンどっちかってフーディンのイメージあるけどな。まあ確かにピジョットも使ってるけど。いや、単純にちょっとフーディンが強かったから印象に残ってるだけだけど。まああと御三家。御三家のどれか。三輪明宏とアルセウス 出してほしい。三輪明宏とアルセウス出したらなんかすごいことになるんだろうな。まあ、小林幸子みたいな、ポケカの小林幸子みたいな感じになるのかな。黙れ小僧、黙れ小僧 って言って攻撃してくんのかな。 怖いな、それは。レッドはピカチュウ、てか主人公がピカチュウ持ってくからな。 レッドどうするんだろうな。カビゴンとか。ああ、カビゴンだったっけ？めっちゃ強キャラっぽいな。 レッドのイメージカビゴンだ、やっぱ。金銀のレッドのカビゴン、マジクソ強かった印象しか残ってない。ただなんかゴーストタイプかなんか出したらすげえ余裕で勝てるんじゃなかったかな、確か。 なんか25レベルぐらいのゴーストで完封した記憶がなくもないんだけど。
金銀のカビゴンってなんかゴーストタイプに対して有効打なくなかったっけ？のしかかり眠るいびき寝言 わかんない。ちょっと技構成覚えてないけど。でもなんか逆に対策しないであのカビゴン行くとめちゃくちゃ強かった記憶があるんだよな。